ガルトラー、帰ってきたぜこの世界。4月1日です。今日はめっちゃいいな、なんかあれ綺麗、やっぱりガルトラこんなんだったっけ。久しぶりにやっていきたいと思います。全軍に告げるわ、放課後祭10連は金カプセル以上確定。なるほど。いせんり先生、大丈夫ですか先生。話している途中でぼーっとするか心配しましたよ。誰先生、まだ寝ぼけてるんですか。え、誰佐久間。おい先生大丈夫、お仕事で疲れてんのかね。もう今日は帰って寝ちゃった方がいいんじゃない。誰リオ。任務の真面目な話をしてんだから茶化さない。先生さっきの話覚えてますか。なんだっけ。これはもしかすると悪魔化の兆候なんじゃないか。さっきまで話したこと忘れてしまうんだ。イケメンすぎるんだかこいつら。先生しっかりしてください。さっきのまだ任務の話をしてたんですよ。あれ間違えたかな、起動するゲーム久しぶりに帰ってきたら、あれチェスターだ、チェスターフラントビル。あんたの生徒だ、忘れるね。チェリーに聞き覚えがあるよ。お、いい度胸だな、あんた。俺の一番気に入らない名前で呼ぶなら、こっちにも考えがあるぞ。ああ、もうややこしくなるからやめろって。どうも先生の様子がおかしいな。一度保健室連れてった方がいいかな。確かにここまで来るとちょっと心配かもね。先生、働きすぎて疲れてんだよ。少し休んだ方がいいって。働きすぎだったか、俺。そういうこと？なんだか変な感じだが。重症だな、こりゃ。一度確認するけど、一応確認するけど、先生は？うん。うん。ん？何現象？起きなさい。はうわーよかった。帰ってきた。あれチェスターくんじゃない。ねえ、夢落ちだったか。びっくりしたぜ、こんちくしょう。薄い本みたいなノリ受けるんだけど。別ゲーかと思ったわ。